プロトンポンプ阻害薬とは、胃の壁細胞のプロトンポンプに採用し、胃酸の分泌を抑制する薬である。胃酸分泌抑制作用を持つ薬剤には他に、ヒスタミン H2 需要体気抗薬があるが、プロトンポンプ阻害薬は、H2 ブロッカーよりも強力な、胃酸分泌抑制作用を持ち、分泌抑制作用は容量に依存する。H2 ブロッカーよりも抑制作用が長時間持続する。 プロトンポンプ阻害薬はプロドラッグであり、壁細胞内でスルフィンアミド型に変換され、プロトンポンプのシステイン残機とジスルフィド結合することで、プロトンポンプを不可逆的に阻害 C3 の分泌を抑制する。プロトンポンプ阻害薬は、以下の疾患の治療に用いられ、投与中は定期的に血液学的検査を行うことが望ましい。水酸化アルミニウムゲル。 水酸化マグネシウム含油の生産剤、ジゴキシン、メチルジゴキシン、イトラコナゾール、ゲフィチニブ、アタザナビル硫酸ジオ、クロピドグレルとの併用は注意また禁忌とされる。乳気の論系薬剤との併用で、疑膜性腸炎の発生率が上昇する。アメリカ軍の退役軍人の医療記録を対象にした、コホート研究によれば、H2 ブロッカーの長期間使用患者と比較し、 心血管疾患、慢性腎臓病、上部消化肝癌による死亡リスクが高かったとする報告がある。疑膜性大腸炎、薬物性肝障害、間質性腎炎、無下流球症、間質性肺炎、薬剤性貧血、スティーブンス・ジョンソン症候群、中毒性表皮へ死有解消、アナフィラキシー、血小板減少、溶血性貧血、オーモンス自由解消、 激症肝炎、低ナトリウム血症、視力障害、血管不手日本では、処方箋医薬品のみである。ありがとうございます。